矢野義彦は、日本のアナウンサー、競馬評論家。元文化放送アナウンサーの後、フリーアナウンサー。TCP アーティスト、TBS スパークル所属。東京都出身。東京都立両国高等学校を経て、早稲田大学第一文学部を卒業後、1983年に文化放送へ入社。主にプロ野球など、スポーツ番組を担当。 1989年よりフリーアナへ転身。主な実況担当競技は競馬、プロ野球、アメリカンフットボール、J リーグ、ノルディックスキー複合。日本放送が大井競馬場で制作していた場内限定ミニ FM でも実況したことがあり、当時の中央スタンドにひつらえられた放送席で司会は深澤博士であった。趣味は 世界各国の競馬場を巡り、温泉巡り、B 級グルメ巡り。万栄競馬のファンでもあり、特定非営利活動法人、十勝馬文化を支える会の理事でもある。また、鉄道ファンでもあり、2018年には、競馬と鉄道とを交えた、自長、競馬と鉄道、あの競馬場駅は、こうしてできたを発刊、JRA 賞馬事文化賞を受賞している。 文化放送テレビ東京 J スポーツガオラスカイ、A スポーツテレビ埼玉ナックファイブラジオ、大阪東京ケーブルネットワークギャオ、ワールドハイビジョン、チャンネルテレ朝サチャンネル日テレプラスドラマアニメスポーツ、ニコニコ生放送 KBS 京都、馬鉄、競馬と鉄道、いずれも声の出演。著書連載コラム。ありがとうございます。